見てください。これは別格ですね。行きました。4時間運転ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です、はい、台所の方をお借りして天龍さんのイクラの仕込みの方をちょっと拝見させていただきます。はい、よろしくします、はい、そしてこれをそのままいろはの事務所の方に送ってみんなに食べてもらうと思うんで、はい、はい、すいません、ありがとうございます。みんなの分になるんですがよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、美味しく作りますね。お願いします。心を込めて、はい、よろしくお願いします。レッツベラバじゃあちょっとじゃあやっていきますね、はい。今回このメス4匹を使うんですね。はいはい、おへそのあたりから。はい、もう出てきてる。もう出てきます。もう出てきてる。もうですね、これ結構もう熟してるんですよね。あ、熟してるんですか。はい、いつでも皮に入ってスタンバイできてるような状態なんですよ、はい、あ、卵ですね。卵ですね、はい。これぐらいになってるやつが欲しいですね。うわ、すごい、こんなにあるんですか。え、すげえ。この時のはまたちょっといつものイクラの透明感はないんですね。ないです。まだこれからですから。これから。ここにこう内臓系がこうついてるんで、はい、これちょっと型がね、魚自体がちょっとまだちっちゃいんであるんですけど、はい、ね、こいつ乗ってないですから。一つ一つ。一つ一つ一つも大事ですからね。大事ですからね。はい。すげえ。めっちゃテンション上がりますねこれ。テンション上がりますね。はい。これがスジコです。これがスジコ。はい。これで何グラムぐらいあります？どうだろうね。わかんないです。わかんないですよね。この身はまた別で使うんですよね。そうです。この後また別で使えますね。わかりました。どんどんとこれを繰り返していきます。はい。これですよ。これ。これ一番でかいですよね。これです。これはもう完璧なメスですか。メスです。ああ、すごい。もう出てきましたね。出てきましたよね。出てきましたね。これね、ハサミでやる方もいいんですよ。あ、そうなんですか。はい。めっちゃでかい。見てください。でっけー。でかいです。これは別格ですね。うわ、とんでもねー。これ、粒もちょっとでかいんですか。粒でかいですね。やっぱ粒でかいですよね。でかいです。全然これと比べてもらえれば分かるんですけど、見てください、これ全然違います。これ全然違う。違います。うわ、でっけー。うわ、待って、この量、もう2匹でこの量ですか。2匹でこの量です。すげえ。1キロは余裕でありますよね。あ、もう超えてますね。超えてますよね。はい。北海道の人みんな、こうやって食べてるのか。悔しいですね。売ってるのがすごいです。スジコが普通にこうやって店舗で売ってますよね。どこのお魚屋さんも。あ、そうなんですか。はい、スーパーでも普通に売ってますよ。まあ値段はともかくとしてやっぱ高いんですか。びっくりするぐらい高いですよ。あ、びっくりしますね、はい、ある意味これってやっぱ釣り人の特権ですか。特権ですね。これだともう満ですね。余裕の満ですね。余裕の満ですよね。余裕の満ですね。買えないですね。普通の人は買えないんじゃないですかね。我々もこれ店から食べあれですけど、はい、買ってまで行かないですよね、俺はもう。ああ、釣る楽しみと、はい、食べる楽しみって感じです ね、 ですね。とりあえずじゃあこれで一回。はい。これをですね。はい。バラさないといけないです。ここからが大変なんですよ、実は。これが大変なんですか。はい。これ網ですね。キャンプ用にあるシリンとかの網でもいいんですよ。ああ、なるほど。例えばこれありますよね。はい。イクラ。はい。これを今度開いてあげて、こう。バシャって開くんだ。バシャって開きます。はい。バシャって開きます。はい。そしたら今度ですね、これをですね、こうやって普通に揉むんです。え、割れないんですかこれ。割れないです。割れないですか。割れないです。大丈夫です。揉んであげてください。はい。早っ。一個も割れてる感じじゃないですね。はい、割れないです。膜みたいなだけ残りましたね。はい、この膜が今回使わないんで、はい、じゃあ一粒残らずこうやって。あー、すげえ。で、これでゴミにピョンと。あ、なるほど。はい、これを何度も繰り返していきます。これ大変ですね。これ大変ですよ。これぐらいだったらまだ。これぐらいだと全然朝飯前ですね。あとお湯でやる方法もあるんですよ。お湯ですか。うん、60度ぐらいのやつを、はい、その中で塩水入れて、はい、ほぐすっていう。あ、程度ほぐすんですか。はい。そしたらポロポロ取れていく。ポロポロ取れるっていう。それも早いですよ。ああ、そうですね。はい。これいつも香りやってるの一人で。うん。すごいですね。旦那さんが釣ってくるじゃないですか。奥さんほとんどもみんな作れるんですか。じゃあ大体やれって言われるとこもありますよね。怒られるっていうか。あ、怒られる。はい、うちはもう全部自分ですよ。あ、そうなんですか。はい、うちの嫁は一切やんないです。大量に釣ってくるからじゃないですか。いや、一匹でもやんないです。で、みんなやっぱ独自の味付けもあったりするんですよね、そしたら。そうですね。僕は
はでも醤油1本だけなんで、はい、醤油漬けは、はい、なんで別にそんな結構シンプルだ。シンプルです。多分前回あの送ったやつも、はいはい、お醤油だけ。ああ、あれ美味しかったっすもん、はい、ただあと漬ける時間帯で、はい、濃いのとか薄いのとかあります。ああ、そうなんですか。はい。ああ、でももうパンパンになりました。もうパンパンになりましたよね。はいはい。じゃあ一回これでやってみましょうか。わかりました。はい、じゃあこちらのボウルで一回、はい、こうやってばらまいたやつを一回入れます。はい、結構な量ありますね。結構な量ありますね。はい、塩を、はい、ここに入れます。はい、ここに入れます。はい、水入れます。おぉ、真水は下げた方がいいです。はい、ちょっと塩入れる。今みたいにガバッて入れていいですから。これまず汚れと殺菌にもなるんで、ザルに取って開けます。はい、多分ね、人それぞれちょっとやり方違うと思うんで。ああ、そうなんですね。なんとも言えないですけど。でも天竜三竜ですね。これをここにこのお湯あるじゃないですか。はいはい。お湯をですね、少し入れます。はい、例えばアニサキスとか、はい、菌をね、殺すのに。めっちゃ熱湯ではないですね。熱湯ではないです、60度ぐらいでいいです。はい。でこうやってあのさっき見たら皮あるじゃないですか。はいはい。皮がこうやってあの縮れてくるんですよね。あ、すごい。でこいつこれ取っとってくれる。はいはいはい。じゃあこれ取れますか、また。なるほど。そういうのを全部取っていくわけですね。そうです。こういうやつを僕は取っていきます。これがね、臭いんですよ、ついてると。あ、そうなんですか。うん、ちょっと綺麗になってきてる気がする。そうです、そうです。粒が明らかに。あ、まだまだ出てきますね。出ますよね。うわ、すげえ。出てくるでしょ。はい、でいっぱい出てきました。そう、これもいっぱい出てきたんですよ。洗い流すと。はい、あとこれ水を切って、はい、終わりです。あ、終わりですか。はい、あと水切れるの待つだけです。その間にまた別のやつをこれ処理していく。なるほど。一気に綺麗になったですね。変わる、全然変わるでしょ。全然変わる。水切って、あ、いいですよ、もう。はい、これも水切ってるっていうか洗い終わって今置いた状態。はい、はい、もう味付けいきますか。いきますか。はい、はい、そしたら今度、はい、はい、北海道といったらやっぱり山佐の昆布醤油。山佐の昆布醤油。北海道もどこでも売ってる感じです。北海道だったらどこでも売ってますね。初めて見ました。はい、この上から普通にドボドボドボとかけます。おお、普通にかけます。はいはい。なみなみかけます。なみなみっすね。はい、はい、そしてこの木べらでちょっとこうなじましたみたいな。はい、から1時間つけます。これは醤油漬けはこれで終わりです。終わりですね。あ、冷蔵庫にしまって終わりです。わかりました。はい、じゃあ1時間後ですね。はい、1時間後です。はい、はい、じゃあ次ですね。はい、塩で作らないといけないんで、はい、このこいつ使いますね。同じ工程がかかるんですね。はい、このカッチャがやってみる。一回試していい。そうですね。同じですけど、とやってみます。僕がやるのとカッチャがやるのまた違うから。そうですね。はい、すげえ。結構しっかりしてるっすね。しっかりしてますよね。グリグリですね。はい、開いてグリグリ。だいぶ難しい。もう思いっきりグリグリ回すんです。思いっきり回せるもんなんですか。回してもいいもん。押すんじゃないです。回すんです。回す。はい。押し込みながら回すんです。力いらないですよ。優しくですよ。多分めっちゃ割れましたよ。はい。これ大変ですね。大変です。めっちゃ大変ですね。ああ、そうです。そう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 。そのようにして剥がしていきます。なるほどなるほど。はい、オッケーです。じゃあ捨ててください。はい。はい。じゃあもう一個、まだ、いや、まだですよ。もう一個、それやったらない。ダメですか。びっくりしました。なんか、やめようとしました。今度塩ですね。塩です。はい、はい、北海道では結構されてる方多いんですか。どうでしょうね、好みなんで、はい、やる人とやらない人いると思うんですけど。はい、テレさん、先生みたいになってますよ、子供たち。先生の言うことよく聞いてくださいよ。いいですか。苦笑いしますよ。一旦ですね、いいですか。はい、こっからいきます。こっから、この塩です。塩なんで、はい、一回このように、このように揚げます。はい、いいですか。うおー、マジマジです。こんなに。はい、ええー。こっから30分はいはい、つけます。あ、これつけるんですか。このままの状態で。はぁ、ええー。はい、これ今食べたらめちゃめちゃしょっぱいですからね。これ絶対1分たりともあの遅れちゃダメです。そうなんですか。はい、その間に洗い物、洗い物。はい、30分経ったんですね。30分経ちましたね。はい、うわ、水分すごい出てますよね。うわ、全部水分が抜けてるんですね。そうです、そうです、そうです。開けます。おお、すごい。いいですか。はい、でもこれはもうふさてかすよ、本当に。で、こっからですね、キッチンペーパーたくさん使いますから。
あ、洗うんですね。洗うんです、今度もう塩落とすわけですね。塩落とします。余分な塩落としていきます。これあれですか、イクラ自体にはもうついてるってことですか。味ですか、はい、もう染み込んでます。へー、他にもなんか味噌とか。味噌もあります。味噌はちょっと1日できないんで。あ、そうなんですか。はい、結構時間かかって。結構なんか味噌がおすすめって言ってたじゃないですか。味噌おすすめですね。おー、味噌の場合はすりこ状態です。あ、そうなんですか。あ、まあバラコもすりこもこの方が美味しいと思う。へえ。だからこうやってしょっぱくないですか。はい、遅れたりするとちょっと、だからできれば早く揚げると。んー、とんでもない山盛りですね、これ。で、気になる人は、こういう皮あるじゃないですか。はい、こういう皮を今のうちにこうやって外しちゃうんです。あー、なるほど。ちょっとなもんですけど。うん、まあ、見た目の問題ですね。あと、性格的な。めっちゃ綺麗、もうこれ。からまたさらに、キッチンペーパーで水分をしっかりと抜いて、はい、水分をしっかり抜いてこれです。何度も何度も繰り返します。めっちゃ出てますね。めっちゃ出てるでしょ。めっちゃ水分出てますね。そうです、そうです。下びちょびちょになってます。これの繰り返しです、しばらく。だからキッチンペーパー結構使うんですよ。はい、すごい。もうこの絵はめっちゃすごいです。これ僕今30分にしたんだけど、はい、あの数字込む時にいつも30分なんですけど、多分これでやる時は少しね、早くてもいいかもしれない。あ、早くても、はい、15分ぐらいでいいかもしれないですね。あ、これでまた食べるとまた味変わるはずなんですよ。うん、変わらなかったです。でも、すじこ自体これぐらいしょっぱいですよね。あ、そうなんですか。うん、甘くしすぎると、生臭さがすごくて、美味しくなくなるんですよ。美味しくないっていうか、あの、嫌だっていう人もいるんですよ。あ、そうなんですか。はい、味噌もこんな風にすごい綺麗ですから。あ、そうなんですか。はい、一粒一粒がめっちゃ綺麗なんですよ。こちらも入れ物入れたら完成です。完成ですね。食べ過ぎたら、あれですね。いや、ちょっとしょっぱいかもしれないですけど、これぐらいで、はい、いただきます。うまい。ご飯欲しくなりますね、やっぱり。ご飯とはなんか、食べたらちょうどいいぐらいの。そうですね、濃いですからね、これ。そうですね。いや、美味しい、ありがとうございます。はい、作ってもらって。電源、はい、2本いくそうですね。2本いくそうですか。少し余ったやつで食べればいいです。あ、そうですね。で、これはまずこれで終わりです。はい、ありがとうございます。こちらが先ほど漬けた1時間前ですね、はい、漬けた醤油漬け、これちょっと開封しますね、はいはい、うわー、すげえ。うん、すごいっすね。はい、じゃあどうしましょう。じゃあもうこのままいきます、それとも切ります。このままありで、はい、しらりでいきますね。しらりで、はい、北海道尽くしでいきますね。じゃあ本当っすね、北海道尽くしで。はい、うわー、すげー。はいはい、これが1本目。1本目、これもう本当にそのままご飯にぶっかけて食えますね。やっべ、これ3本で足ります。さあ、やってみないと分かんないですね。はいはい、4本目。4本で、残りを実食ですね、はい、いいっすか。はい、ありがとうございます。これ、何ですか。イクラピラミッドですか。イクラピラミッド。イクラピラミッド。はい、お願いします。はい、はい、あー、イクラドーン、これドーンドーン。うわー、拝借します。お願いします。ドーン。結構拝借するじゃないですか。あ、拝借しすぎました。徳さんって怒られちゃうんで。徳さん、ごめんなさい。これが醤油なんですね。これが醤油、これがイクラで。天竜さんは横で見る係ですか。見る係です。隣見る係ですね。こんな食べていいんですか、マジで。大きくだけ。さすが天竜さん、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。本当にいただきます。いただきます。醤油から一緒いきます。うん、いいな。これですよね。これです、そうです。まず、いただきます。いただきます。あ、これ うん、うまっ。うまっ。これ贅沢ですね、本当に。結構すぐ食べれるんですね。はい、食べれます。本当美味しいですね、はい、めっちゃ美味しい。これ徳さんたちに渡したくないです。もらってもらいたいです。結構なんだかんだ今日ハードでしたからね。はい、でもハードの甲斐がありました。ありました。こんな美味しいもの食べれてよかったですね。じゃあちょっと塩の方もいただきます。はいはい、いくらが溢れてるんですよね。すごいですね。いただきます。
こっちはまた違っていいっすね。こっちパンチ、こっちの方がパンチありますね。ありますか。うん。どっち派ですか。僕慣れ親しんでるのがこっちなんですよ。やっぱり。うん、ただこっちめちゃくちゃありだなってすごい思いました。うん、めっちゃ美味しいっす、ね。ちょっとゆっくり食べましょうか。はい、わかりました。食べきれるかな。うん。今日釣ったやつすぐ食べるんですね。しょっぱめです。ちょっとしょっぱめですよね。あのおにぎりに入れてちょうどかなって。ありがとう、すいません。向こうで獲れる魚と混ぜながら海鮮丼。いいよね。あのだから釣りいろはさんで、あの前回でしたっけ、去年かな、石垣台でしたっけ、はい、ね、一緒に食べたやつね、あれもうめっちゃうまそうだったもんね。ゆっくり食べていいですか。じゃあ後からゆっくりですね。はい、はい、ではじゃあお疲れ様です。お疲れ様です。港の方でロックフィッシュ。ロックフィッシュ、はい、これは北海道のファミリーフィッシングですか。ご視聴ありがとうございます。次の動画はこちらから。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。